こんにちは、石崎です。本日はソフトバンクの戦力外予想をしていきたいなと思います。もちろんタイトルの通り、かなり選手やチームにとって、そしてファンにとってもセンシティブなお話をしますので、見たくないよという方は、ぜひブラウザバックお願いいたします。昨年取らせていただいたアンケートで、多くの方が見たいという意見でした。ドラフトを語る、考えるにあたっては、この戦力外というものは、必ずチームにとって必要な循環です。 戦力外というものはもちろん成績不振や年俸調整の結果自由契約となることもあるんですが必ずしも1軍で結果が出なかった選手イコール戦力外というわけではありません2軍の運用に必要だったり将来性があったり2軍で素晴らしい成績だったり成績良化の兆しが見えてきた選手などいろんな選手がいます。あくまで個人の成績だけではなくて年齢の全体分布を考えながらお話ししていきたいなと思います ただ、この動画の注意点として、コメント欄は少し中止。過激発言は削除の可能性がございます。他の方が不快に思われる可能性のあるコメントはお控えいただければと思います。また、選手のエゴさ、ファンの検索対策として、Twitter 投稿は控え、YouTube のタグは外し、意図せず本人やファンには届かないようにしたいなというふうに思います。また、かなりの工数がかかっておりますので、広告に関しては付けさせていただきます。 10月4日から戦略外工事が始まります。そこまで月曜日を除き、毎日動画をアップしています。シーズン中にはなりますが、ギリギリまで待った結果、ご了承いただければと思います。毎回の動画の前に、このような注意をお話しさせていただいて、それでも見たいよという方のみ、本編を見ていただければなというふうに思っております。正直、ソフトバンク、枠パンパンです。現在、70人ぴったりです。 ドラフトで5人程度、FA 等で1人2人の補強、支配下昇格等1人か2人、で、外国人選手追加で1人か2人かなというふうに思っています。もちろん、モイネロ、デスパイネ、グラシアルが今季契約も切れますし、マルティネスも残ってくれるか今の段階ではわかりません。スチュワートは確定としても、基本的にこの4人はできれば残したいんですが、不可能なら入れ替えだと思うんですよね。 で、またもしかすると足で追加があるかもしれないなというくらいです。と考えると、基本的にそこまでがっつりとしたリリースって結構難しいんですよね。で、外国人選手や長谷川選手の去就次第で入れ替えくらいだと思うんです。そしてドラフトが5人で支配下と FA で3、4人ならまあ8、9人だと思うんですよね。ただ契約が切れる高額選手も多く、その選手たちがリリースとなれば相当な補強をしてくる可能性はあります。 ただ、基本的にそれだけのことを予想するというのはかなり困難になります。まず、投手からですが、今季一軍当板がない選手が、C の選手、サファテ、奥村選手、田上選手です。で、この2人、正直他球団ならもっともっとチャンスはあったと思いますし、2軍でしっかり抑えた当板もあったんです。で、サファテに関しては手術で、近年当板からは離れていて、田上選手は高卒ルーキーで2軍で1試合投げました。まあ、それでも十分良さを見せたところはありますので、じっくりいきたいところです。まず、奥村選手。 即戦力として期待された選手ではありますが、なかなか1軍で結果を残すことができず、2軍では多く投げていたのですが、苦しい立場になってしまっていました。ただ、その中で昨年はフェニックスで先発として良かったり、今後に希望も持てた内容だったと思うんですよね。独特なフォームから投げ込む角度、三振も奪える投手なんですが、まあ、圧倒的なスピードというわけではなく、150キロを下回ります。1軍を考えるとリリーフかなというふうに思う中で先発起用、タイプ的にそういうふうになっているのかなと思いますが、フォークスに 二軍かなり先発に困っていた部分はあった中でめちゃくちゃ貴重だったんですよねしかし最後まで1軍登板はなかったんですよねで年齢的に29歳で即戦力として入ってきています、まあ、なので1軍で登板したい選手で彼が2軍の回し要員イニングイーターになってしまっているというのは、まあ、立場としては苦しいのかなと思います、えー、ここまで成績を残している2軍選手が1軍になかなかいけないというのも相当シビアなお話ですそして C の選手 まあ、彼クラスの選手が2軍に続けて1軍に行けないというのがホークスの投手層です。スピード感や安定感。19年は1軍で36試合に投げましたが、20年は投板数を落とし、今期は1軍投板ロです。まだ25歳、さらに高い角度、フォーク、ストレートは152キロ。基本的にリリースはないと思います。ただ、なぜ彼が1軍で投げられなかったのでしょう もちろんこれからチャンスはあると思います。ウェスタンリーグもそろそろ終わりますし。今回は対象から外したいなと思いますし、もちろんないと思っているんですが、今季健康体ながら1軍に行けなかった投手が、奥村選手と C の選手だけなんですよね。そういう、い 観点だけで言うと立場が苦しいのかなと思います。特に最終盤の投球、150キロ超え連発で圧倒しました。まあおそらく来季以降は1軍で考えられるからこそ、1年間で2軍につけて、終盤にかけて1軍テストとなるのかなと思っていましたが、今1軍がかなりシビアな場面というか、本当に負けられない戦いが続いていて、どこまでお試しという企業ができるか、さすがにカレクラスがリリースなんてことになれば争奪戦になると思います。25歳、そして高い角度、ストレートは150キロ弱、散る球がある。 うん、相当な選手ですよね。彼が立場が厳しくなっているというのは、ホークスの中で正直かなり異常かなと思います。そして、河原選手。150キロを超えるサワンとして、彼も存在感はあります。度重なる怪我や育成になって、また戻ってきて、ホークスも長く我慢してきました。実際、今でも151キロ、2キロ出せるサワンとさすがなのですが、請求の安定しなさは続くんですよね。で、古谷選手、大関選手と、サワンで150キロを超えてくる投手、珍しくなくなってきました。 今季結果が欲しかったサワンですが、立場が苦しくなってきた中で2軍でも結果を残すことができませんでした。まあ相当現状は厳しい状況なのかなと思ってしまいます。そしてサファテ。3年連続西ブ王、さらに17年には MVP で西ブ日本記録更新と歴史を塗り替えてきた最強のクローザーですが、18年の開幕当初で離脱から19年から21年と当番がありません。 5億かける4年契約ではありますが今期契約が切れます度重なる手術で今は人工股関節となっているそうです圧倒的な実績ホークスの優勝を引っ張ってきた最強助っ人ですが今期限りの悲しい決断が聞こえてくるんじゃないかなと心配しておりますそして野手一軍出場がないのがこちらはい、まあ、正直仕方ないというか野手めちゃくちゃ難しいんですよね 全体的に野手の年齢が高く、ベテランもまだパフォーマンスのレベルは高いんですが、怪我に泣いてきたりする中で、指名が高卒だらけです。もちろん将来性自体はあるんですが、特に右の内野手、松田選手の合計者期待、非常に多いんですが、炙れすぎてます。 支配下だけで4人、プラス高卒ルーキーで2人。もちろんショートストップも課題ではあるんですが、基本的にタイプが近い選手が多いんですよね。で、選手自体の平均年齢は、全体で見ると下がってるかもしれません。ここまで高卒選手を入れてるので。ただ1軍でプレイできてる選手の平均年齢自体が高いんです。 だからこそリリースがしづらく、ま子選手も存在感は見せてはいるものの、なかなか一軍へのレギュラー定着ということはできていません。また一軍のメンバーがなかなか変わってこないがゆえに、主軸で不振、離脱者が出ると一気に苦しくなるというのが近年の体制だと思います。高卒選手を指名することは大事でもありますし、将来性は間違いなくあります。 ただやはり大事なのはバランスだと思っていて、高卒だけ指名しても戦力になれるのは全員ではないですし、時間もかかります。その間に一軍主力、そしてその期待された選手で計算ミスが起こると苦しくなるというのが、まあホークスを見て分かるところですよね。はい。まあもちろんそれでも主軸の一振りや投手力でカバーできているんですが、課題が変わってこないところが苦しいです。まず一人目、高田選手。 基本的に一軍のサブナイ手として出場してきて今季は周東選手の怪我などもあって一軍守備でも起用されましたただ今季はセカンド三森選手の成長すべてのポジションをハイレベルで守れる最強ユーティリティ牧原選手が打撃で猛アピールさらにユーティリティー二遊間では川瀬選手も控えています今季は栗原選手が三塁挑戦などユーティリティとしても少しずつ立場が苦しくなってきています もちろん今宮選手の打撃不振で代わりの選手が欲しかったところですが彼はそもそも年上です。怪我で出場から離れていた時期もありましたが今季は基本的に一軍も難しくサブとしても立場を奪われています。下で勝連選手、河原田選手と守備が上手いショートストップもいて立場としては相当厳しいです。また代打等で起用され批判も多く浴びてきた赤瀬選手ですが20年オフから2年契約を結んでいますので今季は基本的に残留です。もちろん立場は厳しいと思いますし来季巻き返したいところです。 同じベテランで川島選手も今季苦しんでいるところはありますが、チームには必要ですし、松田選手もまだまだ白く、生え抜き初2000本安打に向けて積極的な起用は続いていくのかなと思います。まあもちろん彼に対して少し起用を少なくしろとか言われることはわからなくはないんですが、まあ正直長くパフォーマンスを維持できる、一番期待できるのはやっぱり松田選手になると思いますので、リチャード選手の今のアピールというのは大事になりますが、まあ確実にチームにとって必要なのは間違いありません。 そしてもちろん高谷選手もです。近年は怪我の影響で万全ではないかもしれません。そして今季は当初2軍で、海選手がとにかく出ずっぱりでした。まあいろいろと彼も言われすぎない印象もありますが、シンプルに彼依存ではなくて、久喜選手や海野選手も相当レベルが高いので、ぜひ1軍で起用してほしいなと思うところです。 でその2人が1軍サブに慣れていないからこそ高谷選手がいまだに1軍のサブキャッチャーになっているのかなと思います39歳の高谷選手本人の意思で身体もあると思いますがホ、まあ、ークス的にはまだまだいてもらわないといけない存在かなと思いますそして鎌本選手俊足強打の外野手として期待され支配下契約をつかみ1軍の怪我人続出もあって19年は1軍で多く出場しました86試合で2割2分4本塁打11盗塁とスタメンでも多く出ていました しかし20年は一気に試合数を落としたというか怪我人があまりいなければサブが想定されていましたそして今季は基本的に2軍ですが本当に開幕から状態が上がりません試合には多く出ていますし長打こそ出ていますが打率は2割前半です今はダイソー等で1軍も外野戦にかつ守備も圧倒的ではありませんし2軍で左の好調の柳松選手の存在もいますので彼は相当立場が厳しいのかなと思いますそしてバレンティン まあ対談濃厚という記事も出ました今更彼の実績を言うことはないんですが NPB 通算301本シーズン本塁打記録保持者打点王ベストライン本塁打王最高スリ塁率等を獲得してきた大砲です日本人枠でもあり5億かける2年契約でもあるのですがホークスでは13本にとどまっていて基本は2軍ですかなり我慢してきた方ですし1年目は200打席以上与えていますそれでも打率が上がってこず2軍となりまあ意味深な投稿も多くあります 本人はもしかすると最後と意識しているかもしれないですし、まあすでに退団濃厚という記事も出ました。NPB でこれから探すとのことにもなります。日本人枠でもありますので、どこか獲得する球団も現れるかもしれません。ソフトバンクの中で立場としては相当厳しいことは間違いありません。そして中谷選手。まあ、かなり大穴ですね。 今季、阪神からトレードで獲得した右の外野手。正直、一軍外野を考えて、柳田選手、中村選手といて、怪我で不在も、本来ならグラッシャルがいます。その下の世代に、左では上林選手、柳町選手、右なら佐藤選手、正子選手、そしてそこに彼らより年上の中谷選手を入れたんですよね。で、確かにホークスでは右は大きな課題ですし、正直驚いたトレードでもあったんですよね。で、エキシビションでアピールして、一軍を掴んだかと思えば、今二軍で、今は二軍でも苦しいです。 パンチロークはさすがなんですが、この打率苦しいです。トレード獲得1年目でリリースはさすがにないと思いますが、正直年齢的、編成的にはかなり被っていますし、2軍ではこの内容を考えても立場は安泰ではありません。ゼロではないという意味で大穴にしたいなというふうに思っています。そしてアルバレス。こちらも大穴です。後半で獲得し、エキシビションで大暴れ。しかし1軍では苦しく、セーブ相手には打ちまくったものの、数字としては2割を下回りました。 グラシアルの離脱もあって、アルバレスのような右打者は置いておきたかったのですが、2軍調整となりました。しかし2軍では素晴らしい打撃、長打も放てていて、やはり期待が持てます。ただ今のところ昇格はなく、来季の残留等の見極めのためにも使ってほしいところではありますが、デスパイネが好調ですし、順位争いで余裕がないことを考えると、まあ、なかなか起用も難しいのかなというふうに思います。全体としてはこんなところです。 はい、まあ正直本当にリリースを出しづらいチームだと思うんですよねで特にデスパイネグラシアルに関しては、まあ、年俸的には相当高額ですし今年契約が切れます、まあ、なかなか彼らは長期的に1軍戦力となることができていないシーズンが続きます、まあ、それでも本来いてくれたらめちゃくちゃ高いパフォーマンスを出してくれますのでここをどう見るか基本戦は残留だと思うんですがデスパイネも、えー、来年日本でプレイしてるかどうかわからないという発言があったりグラシアルも今シーズン映画が長引いて出場とはなっていません もちろん、この二人の外国人選手を入れ替えなんてこともゼロではないと思いますが、基本的にはないと思うんですよね。なので、まあ、長期契約が切れるモイネロ、テスパイネ、グラシアル、この三人の去就が、今シーズンのソフトバンコークスのオフを握ってるんじゃないかなと思います。二軍でも結果を残している中堅選手は多いですし、高橋嶺選手や武田翔太選手、高橋純平選手、大竹選手と、苦しんでいても一軍で実績もある選手がいますので、復活を待ちたいところです。まあ、誰かが怪我をした時にこういう選手たちは必要になりますし、大竹 選手はなかなか一軍に慣れていないとはいえ、和田選手、葛西選手の以外のサバンとなると、大竹選手、大関選手となるくらいの候補なので、リリースはないと思うんですよね。で、2軍で今年もイニングトップです。まあ、それだけ期待もされている証拠かなと思います。で、渡辺雄太選手も今季一軍で起用されていた時期があったり、ファームでは別格リリースなんてなれば争奪戦です。そして、古谷選手、田浦選手、尾形選手、杉山選手、泉選手、坂東選手なんて一軍選手になっている。選手もいたり、それぞれの持ち味を存分に出せている。選手。 いますので、まあありえないですしどうすればいいんだっていう悩みなんですよねヤシで,でも若手中心で25歳以下の選手が18人26歳以上の選手が19人一見若いチームに見えますよねただ25歳以下の選手で1軍メインとなってるのが栗原選手周東選手今季は三森選手リチャード選手くらいなんですさらにその中で35歳以上の選手が8人と単純な大まかな年齢分布で言ったらそうでもないんですけど 詳細まで見ちゃうとかなり高年齢化が否めません。 若手を早い段階でリリースするのは難しいですしそれぞれが2軍で持ち味を見せてるんですよねで計算しづらいとはいえ主軸の年齢層が高いからこそ一番スカスカな26歳以上34歳以下という最も働き盛りかつ1軍にいてもらわないと困る選手たちをリリースしないといけない負のスパイラルです正直上林選手や正子選手だって立場は安泰ではありませんこのいびつな年齢構成そろそろ増田選手や野村選手谷川選手久喜選手も整理対象になり得ます ただ、それでも1軍チャンスがあまりないからこそ、なかなかその判断つきにくいんです。正直、濃厚と可能性で6人しかわかりませんでした。大穴で入れていますが、C の選手はまあ基本的にないと思いますし、ないであってほしいです。居手不明の外国人選手と FA、大ベテラン次第にはなりますが、まあかなりコンフ難しいですし、12球団でも一番難しいとも言えるんじゃないかなと思っております。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。